解説者の方に今シーズンのドラゴンズのキーマンを一人挙げていただいてトークしていただこうということで、森野さんには先週金曜日の練習試合の中継の中で今シーズンのキーマンとして高橋周平選手の名前を挙げていただきました。ということで改めて今シーズンの高橋周平選手について期待することを森野さんに教えていただきたいと思います、うん、はい。まあとにかくね打点を上げてほしいと、はい、とにかく打点、はいはい、まあ、打点を上げないと勝ちにはつながらないですから、うん、そういう部分ではもう1打点でも2打点でもね1試合で多くチャンスで打つ、はい、いなければね自分で帰ってくるぐらいのバッティングをしてほしいと。うん、今年のね、まあ多分ですけど、はい、スターティングメンバーの表で5番高橋周平なんですよ。なんかこれビシエドがねやっぱ打つのは当たり前だと思ってるし、はい、大島洋平が1番でね、はい、まあ塁に出るのは当たり前だと思ってるんで、うん、1番と4番が必ず出てて、はい、まあ2番3番打てなくても2アウトで2人ランナーいる状況、なるほど、そこでねやっぱり5番に回ってくるわけですよ。5番高橋周平になった時に1三塁あるいは2塁3塁で、はい、打順が回ってくるであろう、うん、っていうところでヒットが出せるかどうか。そうですよね、そこが一番大事、うん、なるほど。だからチャンスでビシエドに回ってきました、はい、2、3塁とかっていうね、うん、ワンアウト2、3塁で、ビシエドですっていうと、はい、やっぱ当然相手ピッチャーも警戒してフォアボールをどうしてもね出してくると思うんですよ。フォアボールになってもいいかなっていうピッチングにも当然なりますよ、ね、なり得る、うん、その時にねやっぱ5番っていうのは大事ですよね。逆に言えばその周平選手の成績によっては、はい、向こうはもう積極的にフォアボールでもいいやという。そうですよね、だから7敬遠というか左ピッチャーね、あそういう考えになりがち。そのビシエドとの勝負を避けて、はい、左の周平選手のところをきっちりと打ち取れれば、うん、0点で帰ってこれるから、それをさせないように1打点でも多く、うん、やっぱ高橋周平に回したら危ないなと、うん、いうふうにもうね開幕してすぐにね、はい、思わせてほしい。でビシエドの後の高橋周平とこれがやっぱ大事なんですよ、うん、そこに威圧感があるかどうかで、はい、だいぶ変わってくるんですよね。僕も経験あるんですけど、はい、僕5番が打った経験ありまして、はい、まあ3番福留4番タイロン打つですね。ああそうか、はいはい、そうすると森野っていうのは霞むわけですよ。だからねそこに関しては、はい、だいぶ勝負されました。あその3番4番と無理に勝負をするぐらいだったら、はい、ここは森野と対戦した方がいいだろうと相手ピッチャーに思われただろうなっていうのがだいぶでもね思われてましたよ。僕も出始めだったので2007年とかね、の当時レギュラー取ってすぐの時はまあそこでね苦しみましたよ、そのぐらいタイロン・ウッズがねフォアボール140個近く130個ぐらい取ったんですかね。へー、やっぱり向こうもそれこそそのストライクゾーンとボールゾーンの、もう何だったらボールゾーンに近いところで勝負をするからこそ、はい、ウッズのそのフォアボールは増えるわけですもんね。当然増えます、うん、なので全部僕のところ来ました。だからそのぐらいねやっぱ辛いんですよ。でもチャンスはチャンス、うん、打てばいいよ。本当に大きいですね。